は？は？は？どうぞ。おお、孫にも衣装ですね。なかなか様になっていますよ。さあさあ、ジャックさん、そこの椅子にお座りになってください。
なんです?いきなり仲違いですか?いけませんよ。チームワークこそが騎士団の強さの源なのですから。子供の頃から騎士に教えられてたなんて不公平ですよ。勝てっこないです。まあまあ、ジャックさん。これから存分に腕を磨けばいいんですよ。もちろんそのつもりです。すぐに抜かしちゃいますから。それでは、早速決断式を始めます。本日はお日柄もよく、我がローズコションの結成発足にあたり、皆様ご機嫌麗しく、私のご機嫌なお麗しく、まさしく人生最良の日、夢ならば覚めてくれるなと願うばかり。いや、夢などということはありえませんが、感動大きく、にわかには信じられず。本当夢じゃないですよ。ちょっとジャックさん、ここんとこつねってもらえます？絶対いつか勝つ。どうやら夢ではない。ならば早速本題に入りましょう。ジャックさん、もう結構です。お手を離して。ジャックさん、詰めるのやめて。あ、すいません。それでは本題を。ここにガンツ・ロートシルト率いるローズコションの結成を宣言いたします。です。団長、ちょっといいですか？何でしょう？ローズコションってどういう意味なんですか？ああ、意味ですか。そうですね、騎士団の誇りと国家への忠誠を表しています。どの辺が？ローズのあたりが騎士団の誇りで、コションのあたりが国家への忠誠です。本当ですか？嘘です。でもそういう意味を込めたいという熱い気持ちはあります。はあ。そしてなんと我が隊は早速ダークス様より14人も仰せつかりました。14人も？ドワーフの護衛です。交易のため鉱物や武具を運ぶドワーフを守って、積み荷ともども無事にこのラジアータまでお連れする任務です。かような超重要任務を出来たてほやほやの我がローズコションが担うとは。超重要任務ね。この任務を見事に果たせば、ローズコションの株はぐんぐんうなぎ登り、出世街道まっしぐらです。ということで、出発は明朝一番。長旅ですからね、準備を怠らずお願いします。そうそう、ジャックさん。はい。この後ちょっと付き合っていただけませんか？付き合うってどこ行くんですか？ジャックさんのためになるところですよ。これはジャスネ様、こんなに朝早くからどうかされましたか？
ああ、来たか。あ、いや、違った。なんだ、今朝の天気が気になってな。そうですか。ジャスネ様、我々ローズコションはこれより初任務へ。うむ、十分に気をつけるんだぞ。はい。ジャックさん、こちらはご家老のジャスネ・コルトン様です。そうですか。そうですかじゃありません。頭を下げなさい、頭を。でもリドリーだって。何を言っちゃってるんですか、あなたは。リドリーさんはいいんですよ。いきなり悲劇ですか。バカ。あ、いた。リドリーさんはジャスネ様のご令嬢です。え、でもリドリーのファミリーネームって確かティンバーレイクとか。ジャスネ様は北方大鷹の称号を持つ名家ティンバーレイク家のイリム子さんなんです。ティンバーレイクを名乗れるのは血統のみと決まっているんですよ。あ、それってもしかして奥さんの尻に敷かれてるってことですか。うひゃー、まさに尻つぼみの人生ですね。なかなかうまいことを言いますね。見かけによらず飲み込みが早い。いや、それほどでも。いやいや、謙遜することはありません。立派な騎士になるには賢さも必要です。やだな、照れるじゃないですか。あらあら、意外と繊細なんですね。わしの人生は死に尽くしか。申し訳ありません。何分騎士になりたてほやほやで。ふん、しっかり教育するのだぞ。あ、それはもう私ガンツがこれからしっかりと。それからガンツ君、リドリーにもしものことがあったら。はい。え、あ、いや、なんでもない。あれも騎士になったんだからな。いつまでも過去ばっかりな。だがまあ頼んだぞ。行きますよ。誰かいますよ。おそらく神聖オラシオン教団のクライブさんです。神聖オラシオン教団。僧侶ギルドです。ギルドというのは一般の人々の細々とした依頼を受ける組織です。町には戦士、僧侶、魔術、盗賊、4つのギルドがあります。我々騎士団は任務ごとに各ギルドより派遣団員を受け入れます。開かれた国家、開かれた騎士団をというラークス様の崇高なお考えです。へえ。同時にギルドを監視し力の均衡を図るためでもあります。一つのギルドが力を持ちすぎると厄介なことになりますからね。ふーん、そんなもんなんだ。どうもだべ。クライブさん。オラがクライブだ。よろしくお願いします。ほら、まだオラシオンに入ったばっかりのペーペーだかんよ。なんもできんけどよろしくだ。なんもできんのですか。なんもできん。食って寝るだけだ。それはまた悠然としていてよろしいですね。それでは皆さん、いざ出陣です。この騎士団についていって本当に大丈夫だろうか。だからそこをうまく見つからんようにだな。はあ、しかし、ジャスネ様。シッ、ラークスが来た。
ジャスネ様、どうかされましたか？え、あ、いや、世間話じゃ。あ、では夏目君、またな。夏目、何か問題でも？いえ、他愛のない話を。セクハラではないでしょうね。は？いえ、違います。そうですか。セクハラでなければよろしい。では、これより任務の詳細をお伝えします。うはぁ、いよいよ騎士デビューって感じだ。あんまり調子づくな、素人なんだから。お前だって見習い騎士じゃんか。私は騎士として働く準備ができている。お情けで騎士団に入れたお前とは違う。なんだと？犬猿の仲ってやつだね。とにかく任務内容です。まずドワーフの集落、地の谷へ向かいます。ドワーフは人間と交易している、いわばお友達の種族です。彼らの住む地の谷はここより南西に位置しますので、ドバ地方に入り南下することになります。行きは特に問題ないでしょう。問題となるのは帰り道で2を狙ってくるゴブリンやオークであります。オークとの戦闘の可能性も？ゼロとは言い切れません。オークって強いのか？オークっつうのは世界一凶暴で強えだ。マンモスも一撃で倒すっていうだ。マンモス一撃？怖いんか？ちょっとね。でも怖い以上に楽しみだ。楽しみだと？だって安全な任務なんてつまんないじゃん。団長、こいつを連れて行くのやめませんか？ジャックさん、危険を招くような行動は慎んでくださいね。分かってますって。それが分かってる顔か。なぜ我々はこんなことを？ジャスネ様からの密命です。リドリー様はジャスネ様にとってかけがえのない一人娘ですからね。だったら騎士団なんて入れなきゃいいのに。仕方がないのです。リドリー様はティンバーレイクの名を継がねばならないお方ですから。